1> 第1、大川橋梁は、福島県藍津若松市と南藍津郡、下郷町との境界の阿賀川にかかっていた日本、国有鉄道藍津線の鉄道橋である。第1、大川橋梁付近を通過する藍津鉄道の、藍津ロマン号。奥の大川湖面橋のもとに第1、大川橋梁が、沈んでいる国鉄藍津線の上見寄り駅。 湯上駅間の延伸工事に伴って1932年に完成した桑原駅湯の上駅間の阿賀川に架か,かる橋梁であったこの付近には本橋梁に隣接して旧国道121号の吊り橋も架か,かっていた大川ダム建設による新線切り替えに伴って1980年に 橋桁が撤去された。現在は、若豪湖の固定に沈んでいる、本橋梁及び吊り橋の上を横切るように、大川湖面橋が架けられている。単線上路式プレートガーダー11連の形式であった。また、湯の上方に向かって25パーミルの上り勾配となっていた。合図線9線は、桑原駅より上り勾配で南下し、本橋梁で阿賀川を渡かご、 すぐに第一小沼崎トンネルに入っていた。桑原駅湯の上駅間は、合図線で最も美しい景観であり、特に赤川にかかる本橋梁は、第二大川橋梁とともに、鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっていた。大川ダムの完成により若豪合を迂回するトンネルができたため、現在の合図鉄道合図線では見ることができない風景となっている。 ありがとうございます。